テレビ局の上にお集まりの長野の皆様、今日のヒーロー東田のお二人です。勝野投手、そして大島選手です。まずはサヨナラヒットを打って興奮冷めやらぬ大島選手、はい、今のご気分どうですか？いや、すっきりしました。いや、もうアキラがね、しっかり繋いでくれたので、もうなんとか自分が返すと思って打席に入りました。来たボールは何だったんですか？フォークだと思います。はい、そのフォークに1球目、2球目空振りしました。はい、あれはどうだったんですか？いや、もうね、自分が返すつもりで、積極的に行こうと思って打席に入ったので、まあ、最後に甘いボールが来てくれて良かったです。バッター瞬間の気持ち聞かせてください。せっかく勝野が頑張ってくれたので、なんとか勝ちつけてあげたかったんですけど、チームが勝ったので良かったです。はい、さあ、そして勝野投手、ナイスボッチングでした。ありがとうございます。7回までゼロを投げました。今日は何が良かったですか？今日は何が良かったですか？まあ、ここ最近ストライクゾーンで勝負するということができているので、はい、今日も強いまっすぐで、いけたので良かったと思います。ただ今日は0対0、途中どんな気持ちでした？まあ、特にマイニング変わりはなく、まあ、自分のやることをしっかりやるというつもりでいました。まあ、白星はつかなかったんですが、素晴らしいピッチングができましたね。はい、チームが勝つために、僕も投げているので、はい、とても良かったと思います。最後に大島選手のサヨナラヒットが出たとき、どんな気分でした？いや、さすがだなと思いました。次は自分が投げてるときに打ってほしい。よろしくお願いします。次は勝野投手に勝ちをつけてください。そうですね、なかなか野手、ピッチャーが頑張ってくれているんで、野手は1点でも多く取ってピッチャー助けたいと思います。では勝野さん、ファンに向かってお願いします。次の登板に向けて、次も、自分らしいピッチングをして、はい、チームが勝てるように頑張るので応援よろしくお願いします。まあ、そして大島さんもお願いします。明日こそは、野手点を取って9回までにきっちり蹴りをつけたいと思います。